はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日も一本クラン対戦の動画上げていきたいと思います。で、今回はね、タウンホール11なんですけども、最近結構ね減ってきたとは思うんですけども、いわゆる回廊陣っていうんですか、こういうようなね、ぐるっとユニットを回らせようっていうような意図の配置に対して、どうやってねこれを攻略していくかというような、お話です。で、結構ね、こういう配置ってまだ嫌いだなっていう人多いと思うんですけど、ちょっとね、一個コツを覚えると、もうあっさりね、全開できる絵ができちゃうっていう、まあ、そういう弱点もあるね、配置なんで、ぜひちょっと今回ね、参考に見てもらえたらなというふうに思います。はい。で、攻めてくれたのは、うちの良太郎さんですね。攻め方は、ゴレとラバを使った、まあ、陸空のハイブリッドですね。突入方向は、このくじ面です。もうね、明らかにね、こんなところに、クラン城を置いてる時点で、もうこれはちょっといくらなんでもないですよね。少しこれは、陣としても簡単な部類に入るし、まあ、防衛軍もね、結構弱いは弱いんですけど、なんて言うんだろう。まあ、その、攻めの組み立て方の考え方ですよね。がね、ちょっと参考になるかなと思ったんであげました。で、まず、くじ面から入っていって、相手の防衛軍で、相手のアチャクイーンと、1本、インフェルノタワーを追っていこうという考えですね。ちょっとね、ババキンがここ逸れちゃってるんですけど、まあ、それでもね、ちゃんとバスターからジャイが出てきて、コエラが竹取ってくれてますんで、後ろのクイーンとね、ウォーデンがちゃんと進んでいけてますね。で、ちょっと見てもらいたいんですけど、これ、テスラがこの辺からニョキニョキこう来てるじゃないですか。で、真ん中にね、防衛率がないんですよ、これ。そうすると何が起こるかっていうと、もうここまでこう削った時点で、綺麗な L 字型が出来上がってますよね。ここから、こういう L 字型が、こういう風にね、こういう風に。で、こういうね、ルートが出来上がっちゃうと、もうラバとかね、ホグが非常に回しやすい。で、本来ね、こういう陣だと、もうタウンホールを、落とさせないと。いう意図があるので、星1で終わらせたいっていう考え方じゃないですか、普通は。だけどこんな風にね、綺麗に L 字が出来上がっちゃったりすれば、攻める側からしたらもう星1どころか全開ですよね、が簡単に見えちゃうと。でも良太郎さんももう最後のヘースなんかもいらないぐらいですね、もう完璧なバルーノの残し具合を、しながら、これでもう全開ということになります。で、まあ、こういう配置を見つけた場合、一番最初考えたいのは、ここにテスラがあるかどうかで、あった場合にはここ削らないと L 字ができないんですよ。ただこの配置みたいにね、真ん中にテスラがないような配置だった場合にはもう完全にカモですよね。この辺、まあ、どっかでもいいんですけど、こう突入口から陸ユニットをバーッと入れて、アチャクイとか防衛軍や相手のクイーンを処理しちゃえば、もう簡単にね、L 字型がこう出来上がっちゃいますんで、出来上がった瞬間に、まあ、どうでしょうね、ゴレを使うのか、それとも今回みたいに、こういう対空攻撃ユニットがね、集合している場合には、空を選択するっていう手もありますけど、簡単にこの外周をぐるーっと呪文をね、ふんだんに使いながら、その範囲にユニットもこう入れやすいですから、簡単に回せるということになります。これはね、やっぱりちょっと、甘いですね。陣としては本当にこんな風にね、簡単に、陸ユニットが突破できちゃう、ような、まあ、サイドカットがしやすい点、あとこれ、ね、防衛する側気をつけてもらいたいんですけど、こういう陣は作るのはいいと思うんですよ。作ってもいいけど、真ん中にねテスラとかやっぱ置いとくべきですね。で、まあ、防衛軍の処理し合ったらもう論外ですけどね。ということで、まあ、こういうね回廊陣見かけた場合、まあ、今回結構特徴的というか、もうあからさまにやりやすいだろうという陣なんですけど、考え方はね、どれも一緒で、守る側はやっぱりこう真ん中に多少防衛施設なんかを置いて、こういうユニットを反らさせるような工夫を、で攻める側はもう真ん中にこういう風にね防衛施設がない場合には、こうぐるーっ と、防衛施設を優先攻撃するユニットが簡単に回っていっちゃいますので、どんどん回していっちゃうということですね。これができるとね、もうあっという間にこういう回廊陣って型がついちゃいますので、今回ね、結構、なんて言うんでしょう、最近のその全開対策配信なんかだと、当然こういうのは見かけないんですけど、割とね、まだ
クランレベルの低い相手だったりとか、たまにね高い相手でもこういう陣持ってる人がいますんで、見つけたらね、あ、これはカーモだと思って、ぜひね全開を狙ってみてもらえたらというふうに思います。はい、というところで、ちょっとね今回の動画短いんですけども、今回はこの辺りで、失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴よろしくお願いいたします。